さよう、後悔先に立たず。どうしたこれ、あれか、ファーって言ってほしいところですか。大丈夫、拍手か。大丈夫、しかしの、皆さんもご存知の方もおられると思いまするが、この熱盛、初陣となった一ノ谷の戦いにて熊谷直実と一騎打ちをし、16歳という若さで命を落としたのでございます。しかし敵方の直実はまだ若きお主を見逃そうとしたのではないか。さようでございます。しかしわしは平家、そして武士の誇りを持って首を差し出したのでございます。まこと立派なことではないか。しかしわしにもう少し力があったらそれわしじゃブチブチ言ってパーあたいわしの後悔はただ一つでございます。安徳天皇お守りできなかったことでございますな。ああそうじゃ、お主は平家滅亡の折どうしておったのじゃ。わしは一ノ谷の戦いで初めて負け戦を経験したんですが、敵方の源氏に捕らえられてしまい、鎌倉へと運ばれておりました。それゆえ平家の最後をこの目で見ることもできず、奈良にて最後を迎えたのでございます。それも何とも悔いが残ることよの。もしわしにもっと力があれば、もしあの戦をやり直せるならば、もし今一度平安の地に戻ることが叶うのであれば。
いざ出航じゃ。おお、決まった。ああ、三人でもできるもんですね、これもですね。熱い、ちょっとこれ不思議だな。このまま、もうさっき喋りすぎたので歌参りましょう。今日も行くしかない。待てまだじゃ、まだじゃ。何ですか、歌もいいかな。わし今ちょっとな、熱いわ。ちょっと先に水分ちょっと取らせてもらってもいいかな。ええ、飲みますか。ちょっと、では武器を預かりましょう。預かるわ、頼むわ。では、もう皆さんも飲んだと思って。では皆様、この辺りで少し休憩といたしまして何か水分を打たれている方はごくごくと今飲みながらですな、我らの話にも付き合っていただき、この後歌にも参りますので。兄弟、なんじゃ。アニメどれですか。そのなんかあれじゃ、この黄色い可愛いやつですか。なんだそれ。何、そんなの飲んでないよ、わし。これでいいか。これでいいか。待てちゃんとしたの持ってきてくれ。えちゃんとしたのがいいよ、わし。名前書いてあるから、上に名前にしげって書いてるやつ。あ、これ合ってる合ってる。ありがとうさんじゃ。いやなんか緩くなってるかな。No. 皆さん気にしないで。みんな飲んだ方がいいよ。なんかわしらだけ悪い気するから飲んで。しかしあれですな、今日は奈良からのお客様がいるということで。飲むと言うな。そうじゃな。もうちょっと見て言うべ。そうじゃ、本日はなんと奈良からお客様がお越しとのことじゃ。そうじゃ。ああ、素晴らしいの。誰が。テント君が。そうじゃ、先ほどな、見られた方もおるやもしれませんが、本日は奈良の PR ということで、テント君が来ております。かわいいですな。ありがとう、テント君。ありがとう、テント君。奈良といったところでの、何ですか、重平を。そうじゃ、まず謝っといた方がいいんじゃないですか。なんか東大寺なんとかしたんでしょ。なんとかしたんだよ。ちょっと焼いちゃったかな。ちょっと…じゃねえわ。なんだっけ。すいません。すいません、申し訳ありません。本当に後で直々謝りに行きますので、ちょっと許してくださいませ。どこにもうあそこであったり、もうあの仙人くんじゃったり、もう頭下げまくるわ今日は。もうあれじゃない、わしらの今度8月10日か。そうじゃん、奈良の東海というのに参加させていただきますので、その際もよろしくお願いいたします。なんかステージもやるらしいからな。多分ステージももあるみたいな。ぜひ来られるというか、まあ来ることができるお客様がいらっしゃいましたら、足を運んでいただけると嬉しいございます。お越しいただければよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、といったところでの歌に参ろうか。その前にこれちょっと、これは大きいカードだ。歌には参れんね。ちょっと待って。